久々スプラスリーじゃなくてワンつけた。やっていこう。トゥルルルトゥルッテッティー。ニュースがね、時代を感じる。フェスの情報とかこれで出てきてたんだよな。もうレギュラーマッチとガチマッチの報告しかしないからね。このスプラ1のニュースは。余計な話は全くしないっていう。変わりましたね。あ、早い！もうほんとニュースが早い。久々にスプラ2つけました。スプラ3になってからは、一度もつけていなかったこのスプラ2。まあ、姫ちゃんとイダちゃんが、今回はニュースを言ってくれてます。あ、でも、スプラ2も要件だけですね。レギュラーマッチとガチマッチ。ただサーモンランが増えてるから、ちょっと多く感じるだけなのか。やってることは変わんないですね。そう、あ、リーグマッチもあるのか。そうかそうか、リーグマッチとサーモンランで2枠か。はいはいはい。で、長く感じているんですね。最後は乗りたくるテンタクル。はい、スプラ3のニュース。ちょっと、綺麗になってる気がします。見ていきましょう。まあ、1と2と比べると、さすがにクオリティがどんどん上がっていくという。で、新しい、アイドルって言っていいのかな？ 3 人の DJ たち？一応、ラジオで聞くこともできるようになりました。違いは、こう、左上のあれでね、ラジオで聞くこともできますと。はい。こんな感じで、どんどん変わっていってます。まあ、サーモンランもあったり、そうですね。終わりです。結構変わったな。こう考えると。見なくてもいいようになったね。